エリク・ブランケ少佐率いるエリク・ブランケが兄として、その悲劇はどう、あのモビルスーツは本当にシェリー注意だったのか。あの人は確かにスパイだったかもしれないけど、ちゃんとファントムスイープ隊の一員だったんですよ。そうでなきゃ隊長をかばったりなんか。そういう大事なことに気づくのはどうしていつも失った後なんだろうな。なんだっていいじゃないですか。今はただ悲しんでやれば。シェリー、吐き出しようもない悲哀の念に打ちひしがれる中、ファントムスイープ隊は再びオーガスタ基地へと向かう。オーガスタ基地へと戻ったファントムスイープ隊の目の前には、思いもよらない勇士が待ち構えていた。準ホワイトベース級強襲揚陸艦サラブレッド。かつて一年戦争時にガンダム4号機と5号機を搭載し、第16独立戦隊の機関として活躍した船である。そして遊具空路には部下殺しの英雄ファントムス、己の信念と誇り、we'll be right back.
前たちに構っている場合じゃないんだ。Thank you.
お前たちに構っ
お前たちに構っ。標的を射程に捉えた。これより破壊する。
ジブルナイツが負けるはずがない。信じて撃つしかない。もがけ、苦しめ、叫べ。苦しいな。これ以上はやらせない。
ファントムスイープ隊の任務はマオリアン少佐の長いインビジブル、それはだが今はただ一方拘束されたエリク・ブランケは軍彼の判決ただ確かに、そして遊具隊長、本当に無事だったんだな、シェリー。月からの祈祷中に聞かされた時は驚いたよ。私もまたこうして隊長に会えるなんて思っていませんでした。私は死亡認定された身ですから。そうだったのか。月のことは聞きました。これでよかったと思います。これこそが最良の結果だったんです。そうか、そうだな。あの隊長、ヒュー中尉は、あれから随分と元気になったよ。退院まではあと少しかかるそうだが、早く隊に復帰したいって騒いでる。よかった、元気そうで。そろそろ時間ですね。ああ。射出された質量弾は終端部の爆発の影響で軌道を少しだけ変化させ、オーガスタには落ちることなく地球を今まで周回し、重力に引かれ砕けて、そして本物の水天の涙になった。私たちのやってきたことは無駄ではなかったんです。この夜空を見上げた人々が何を思い何を願うのか、それが大事だったんですから。戦後の夜空に降り注ぐ無数の流星、人の手によって放たれた作り物の流れ星、それは人類がまだ空に上がる前の時代のように、今を生きる人々の希望となれただろうか。散り散りに砕け散った質量弾の破片は青い夜空をかける星屑の雨となり、いつまでも輝き続けていた。そう、人々が願いを託す水天の涙として、時に宇宙世紀0081水天の涙と呼ばれた作戦は、多くの人々に見守られる中終わりを迎えた。
you